福島田市立産業高等学校は、大阪福祉和田市別所町3丁目に所在する、市立の高等学校。全日制と定時制を併地する、専門高等学校である。全日制では、商業化と商業系の情報処理化、及び工業系のデザインシステム化を併設している。全日制では、和歌山大学との広大連携制度を導入している。 定時制では商業化を設置している。定時制は3年制である。岸和田市立としては唯一の市立高等学校でもある。1907年に思え、政界付属岸和田実業、補修学校として創立し、その後岸和田市実業補修学校、岸和田市立商業専修学校、岸和田市商業学校と改称した。1944年には岸和田市にあった。 私立南海商業学校を九州合併している。南海商業学校跡地には、翌1945年、大宮国民学校が開校した。学生改革に伴い、1948年に新生騎士和田私立産業高等学校となった。当初は、全日制普通科、商業科、工業科と定時制商業科が設置された。 全日制では後に普通科が廃止され、商業化と防食化に再編された。2000年には全日制に情報化が新設された。ありがとうございます。